スタートしました。第53回菊花賞競争のスタート、やはり行きました。美穂のブルゴ、いや、それに先んじて競泳ボーガン行きました。競泳ボーガン早くも3馬身のリードを取りました。美穂のブルゴン2番手追走の形になります。最初のメインスタンド前、1周目のメインスタンド前です。競泳ボーガンが逃げています。しかし美穂のブルゴンが少しその差を詰めました。現在その差は1馬身半に詰めてきました。かなりその後方は空きました。大歓声。競泳ボーガンが逃げている。さあ線のラップはどうだ。線のラップはちょうど60秒、線は60秒で通過しました。競泳ボーガンが逃げています。美穂のブルゴン2番手追走、こうしたケースは初めて。美穂のブルゴンが2番手を追走しています。さあ2線を通過して第3コーナーの2回目の坂にかかっていきます。美穂のブルゴンが競泳ボーガンに馬体を合わせてきた。そしてその後方角が詰まってきた。大歓声。美穂のブルゴン、ここで先頭に立った。直線で先頭に立った。さあ最後の足はどうだ。美穂のブルゴン、ムチが入りました。そして後ろからマチカネタンホイザーもやってくる。美穂のブルゴン、内に美穂のブルゴン、マチカネタンホイザー、外の方からライスサワー先頭に立った。ライスサワー先頭。ライスシャワー勝ちました。美穂のブルゴン3冠の夢はついえました。